8時だよ。音楽道場を聞いているあなた。はい、今の曲は忌野清志郎と離れ組で君が僕を知っているでした。俺初めて聴きました。いい曲だった、うん、いい曲でしょ。しみる、こういうのしみるのなんかだんだん年取ってくるにつれて分かってくるよ。おじいんとしてくるよね。技ありでしたね。マイケルさんも現役でもヒップホップバリバリになるんでね。今日の選曲、いや懐かしいのをね、はい、ちょっとね用意して、いいですよね、あの時代良かったなってみんな思ってくれるような、いいですね、うん、最高ですね。はは、であのですね、メッセージをが届いてます。ラジオネームスケ太郎さん、男性の方、こんばんは。富士急ビルのトリックス懐かしいですね。当時デッキを買いに行ってました。気になっていたのですが、寺尾さんはスケートするんですか、ということですけど、うん、それねよく聞かれるんですよね。そう、実を言うと私はプロプロあんまり今やってないんですよね。はい、というのもスノーボードの方が本当はメインというか、うん、まあ、スノーボードも今あんまり独立してからは行けてないんですけど、うん、実を言うと、まあ、オフの時とかも、もともとトリックスはスノーボードとスケートのお店だったんですよね。で私がスノーボードで、うん、で、まあ、ライダー、まあ、ライダー兼スタッフ、うん、まあ、マイケルさんも実を言うと、うん、以前スタッフで働いていただいてたんですけど、マイケルさん、まあ、ライダー兼スタッフで、はい、マイケルさんの時っていたっけかな多分いたと思いますけどね、俺、うん、そうかそうか、はい、まあ、そうですね、まあ、そういう昔トリックスさんのツアー行きましたもん。あ、そうだよね、バスツアー、うんうんうん、そうそうそう、バスツアー、スノーボード、はい、そう、バスツアー、そんなのやってたの、俺行きました、冬はね。そうで、まあ、スケーターもスノーボード、まあ、そこでやったり、うんうん、スケボーツアーなんかはやってますか。スケボーツアーもやってますか。昔やってたんですか。まあ、ツアーというか、やってますよね、AJSA っていう、まあ、大会、うん、今もまああるんですけど、うん、でもうみんなで遠征、出ましたよね、はい、かなりまあ全国飛び回って、まあ、サーキット制なので AJSA は、うん、それで年間通して得点をまあ稼いで、雑誌とかスケート関係の情報載ってる雑誌とかで、はい、誰誰トリックスって出てると、はいはい、順位とかで見ると、おーと思って、そうですね、すげー、人とかなりましたもん、はい、そういう気持ち。寺尾さんのショップに行ってオリンピック選手目指してるんですけどって言われたら、うん、どうサポートしてくれるんですか。そうですね、そういう人います、うん、いや、うちのお店はオリンピック目指してるんですけどっていうお客さんは、うん、まあ、正直言って、まあ、緩い、まあ、ストリートがメインのお店なんで、うん、やっぱスケートパークがあるショップさんとか、うん、そういうだとやっぱキッズスケーターですね、今、うん、オリンピック、さっき言ってましたもんね、はい、インタースタイルでもキッズが、キッズスケーターの勢いが今もうすごくて、まあ、うちでも一応うちのライダーがスクールをやってまして、うん、毎週木曜日の夕方限定で、うん、キッズスクール、うん、まあ、大人も含めなんですけど、うん、キッズのスケーターがもうメインになっているんですけど、はい、もう8人ぐらいいるって言ってたので、一人で、まあ、それ以上もう増やせないのでストップしてもらっている状態なのですけど、はい、まあ、今年去年ぐらいからや、オリンピック競技に正式に決定しましたので、まあ、そういうのもあるかと思うんですけど、すごいコンプリートとかもすごい売れます、キッズの、はい、キーちゃん始めたんですよね、スケボー。ね、僕の岩木さん家のキーちゃん、僕とリンちゃんの友達の子供 が, 子供が、ね、うん、なんかマイケルさん家でなんかやらせてもらってるって言ってましたね、うん、なんかちょこちょこ増えてますよね、はい、はい、そうですね、もう全然今までとは全然違います。はい、そうなんだ、そうですね、まあ、そういうね施設がね、その増えればね、そうですね、やっぱオリンピックに向けてどんどん増えますね、はい、やる人も増えてくる、はい、沼津で、まあ、沼津と、まあ、限定とは言わず東部、
東部で公共のスケートパークが、ね、できればスケートパークが本当にそんな無理だよってんだったら、もっとなんて言うんだろう、広場だけでもありなんですよね。そうですね、あ、それはそうですね、もう場所を提供していい場所っていう、そのセクションでバンクとかカーブを作ってくれなくても最悪それでもいいっちゃいいんですけどね、はい、もうコンクリートのまあ平地というか、そういうので、もうここいい路面で、そうですね、そうですね、路面があれば、まあ、自分たちでねセクションとかは用意して、あとは騒音の問題ですよね。そうですね、はい、だけど山の奥だとあのやっぱキッズたちは難しいので、ね、でね、まあ、どうしても、まあ、まあね、まあ、町がいいんですけど、うん、まあ、難しいですよね、そういう条件を、うん、言っちゃうと、まあ、なんか、はい、自分たちが行ける範囲の地域で、はい、いい面白いスケートパークとか、まあ、おしゃれなスケートパークとか面白いセクションがあるスケートパークっていうのがあったらやっぱり行きますよね、うんうん、できてほしいですよね。そうですね、あとそういうなんかしてくれる場所とかあればね、ぜひ教えてもらいたい、ね、そうだね、やっていいぞっていう心優しい人がいたら、あそこ貸してるからっていう人がいたら、ぜひ連絡をいただけると嬉しいですね。そうで、ちょっとあの1曲飛ばして、次曲を、予定の曲を1曲飛ばして紹介したいと思います。ジミー・クリフで You Can Get If You Really Want、 お願いします。